はい、ごちそうさまでした。いやー、食ったカニ鍋、いや、うまかったわ。いやー、ありがとうございます。年末ね、こんなカニ鍋をね、好き放題食べれるなんて本当にいい年だったなと思います。2022年振り返ろうということですね。今年あったことを簡潔にまとめると、まず YouTube 1000人チャンネル登録数突破して収益化しました。で、今現在2500人弱います。で、クワガタの方はですね、タランドゥースが前レコード91.3ミリを羽化させることができて、さらにね、イベント出品をしたり、まあ、10日採取で天然の大クワガタ取ったり、あと初めてのね、まあ、ロケをやったり、僕にとってとてもいい年になりました。去年はね、借金があったり、体調崩したり、で、タランドゥースもね、90ミリ羽化させれなかったりとかして苦しい年であったんですけど、それに比べて今年は、まあ、いい年だったなって思っております。YouTube のお話をすると、2021年は、まあ、年間で、チャンネル全体で18万再生だったところ、2022年はなんと173万再生、約10倍の再生数をしていただき、本当に多くの方々にね、見られるようになったなって思っております。で、登録者数は、2021年は556名の方にチャンネル登録していただいたのですが、今年は2022年1785人の方にチャンネル登録していただきました。いやー、去年の数字に比べて約3倍以上の数字ですね。いやー、本当にね、これは、まあ、1000人突破してから、いきなりチャンネル登録者数がね、増えましたね。1000人突破したのが4月で、そっから6月、7月、8月、9月と、やっぱ夏のシーズンで、やっぱクワガタカブトムシの動画っていうのが見られて、僕の方でもね、ちょっと体張ったりして、ショート動画をね、いっぱい投稿してまして、それで多くの再生数、多くのチャンネル登録者数に繋がったのかなと思っております。で、収益の方もですね、まあ、何円とは言えないんですけど、まあ、大体約130ドルの収益があって、まあ、今までゾレーンでね、やってきたんで、ようやくね、収益化できたということで、まあ、今年はね、半年で約130ドルだったんですけど、まあ、来年はね、130ドルよりもね、倍の数字、いや、もっと何倍もね、収益が得れるようにね、僕は頑張っていきたいと思います。はい、いやー、どうでしたか、皆さん。今年のアニヤブログ、クワガタブリーダーチャンネルは。いやー、皆さんに楽しんでいただける動画は、僕はあげれたでしょうか。僕が自分自身で考えた時に、やっぱりちょっと夏がイベントで忙しかったりして、夏の投稿は、まあ、ショート動画を結構上げてたんですけど、8分以上の編集した動画っていうのは、なかなか上げれてなかったので、そこはちょっと、もうちょっと稼ぎ時なんだから、動画編集、歯を食いしばってね、やるべきだったなって思っております。まあ、来年は2月からショート動画の方で収益化が始まります。それに伴い、実はもう今現在の時点で動き始めてて、今年の9月から、週1投稿やってたんですけど、公開しないっていう動画が僕のチャンネルにあって、その動画は来年の夏とか、来年の2月に、もうショート動画で毎日投稿される予定ですのでね。皆さん、それまでぜひお楽しみにしてください。で、来年も来年で、タランドゥースね。まあ、タランドゥース以外にもクワガタいっぱいいるんですけど、いい結果をね、残して、皆様にね、いい報告ができるようにね、YouTube もクワガタもね、頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、2022年のアニヤを応援していただき、本当にありがとうございます。2023年のね、アニヤもぜひ引き続き応援よろしくお願いします。それじゃあ、今年の動画はこれで終わりにしたいと思います。じゃあ皆さん、良いお年を。来年も僕にとっても、皆様にとってもいいお年になるようにね、僕も祈ってますし、また自分自身でもね、来年は今年よりもね、いい年にしたいと思っております。それじゃあ、皆さん、2022年お疲れ様でした。来年も一緒に走り続けましょう。それでは皆さん、良いお年を。バイバーイ。